ここからはですね、戸田選手がやっぱ丸太を見つけてしまったみたいなんですね。はい、丸太イコール戸田雄大。そう。で、この丸太がずっと下に向かって続いてるんですよ。ただこれすごい不安定なので、一度も落ちずに、この丸太を伝って、さっきのポイントまで行けるかどうかっていうのをやってみたいなと思うんですが、どうです選手、あの丸太プロとしては。丸太プロとしては、はい。まあ、丸太イコール戸田雄大。はい。丸太戸田雄大熱愛みたいな感じ、はい、出てくると思うんで。あ、もう検索するとそのワード出てきちゃうんだね。関連付けがされてるわけだ。丸太戸田雄大熱愛みたいな。なるほど。丸太戸田雄大因果関係みたいな。あ、はい、そっか、はい、だからもう離れようがないってことだよね。丸太からは絶対落ちないんだよね。そうね。そっか。それでは流星プロからしてみると、はい、あれなんか大丈夫ですか。あれ鼻になんか突っ込んでますけど、はい、花粉症で鼻血が、はい、なんか先ほど白いシャツにこれはおしゃれで。流星くんの予想としては、この戸田選手は丸太から落ちずに。でも丸太イコール戸田雄大ってことなんで。ああ、ってことなんで、やっぱりそれはね。完璧なんじゃないですか。完璧だと。これかなり細いですけど。それでは戸田雄大プロに、丸太を伝って、先ほどの下のポイントまで、落ちずに、行ってみたいと思います。はいはい、それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞ。まあ、丸太のプロとしては。はい。丸太のことをちゃんと理解して、はい、こうやってどう行けば、はい、どう行けばね、あのほらこうやって入れないでくれるかみたいな、ね、あね、そうか、まずここのポイントとしていきなり丸太から丸太がかなりあれ戸田プロ、あの戸田プロ、この前僕がデートあー丸太との、丸太くんがちょっと機嫌を損ねちゃったかなと。光が差し込んでおります。光差し込む中、この丸太を登っていって、これちょっと待ってね、ここから先行くんですか。この切り株に飛び移ったんですよ。できんのか。これが、うん、違い、見せてくれると、はい、おすごい、これプロ、戸田プロ見事。プロは安定を求めます。さすが安定を、冒険しないんですね。冒険しないということで、分かりました。これでそこのもう出口のところまで丸太から丸太へ伝って、さあポイント来ました。ここから、お、飛び乗った。あ、出た !25点、25点ここで加算。おお、着地、うん、ありがとうございます。あ、またうわ、 OK、 あー出ました、レコード。最後にやることになって30点。うわ、世界新記録が、世界新記録が更新されました。ありがとうございます。やりました。はい、金メダル目指して頑張ってください丸太。何か暖かい風が来て気持ちいいな、気持ちいいね。うわー、そそられる。もうこういう道素晴らしくそそられますね。どこに繋がっているのか、また分かれ道がやってきましたね。ここで戸田プロと流星プロでじゃんけんをしてもらって、あの勝った方の道へ行きましょうね。このこちらの右に光の差す方へ行くか、それともこちら同じく光の差す方へ行くか、同じく、じゃあ戸田くんが勝ったらこっち、流星くん勝ったらこっち、なんか2人の中でそそられる道はどっち。帰り道だ帰りたくなっちゃってるね。じゃあそれでは行ってみましょう。一本勝負です。最初はグッ、じゃんけんポン、戸田くんが勝ちましたね。はい、 OK。 じゃあ右へちょっと行ってみたかったんで行ってみよう、うん、この下にですね、すごいこう丸太が、ものすごい急なところから丸太があるわけなんですけども、これは若い2人にはちょっとまだ危険かなと思いますので、
ベテランの私がどのようにこの丸太を攻略するかっていうのをやってみようかなと。本当に行ってみようかなと。なのでここまで来ました。ここまで来たらもう容易です。丸太と友達になればいい翼かみたいに。そう、翼か。あ、戸田選手、これこの間のね、はい、戸田君が登った丸太より高いかもしれない。本当ですか。うん、高い。ああ、これはすっごいそそられるポイントがあっちにもあります。ほう、運転点ですね。ああ、はいはい、うん、お猿さんはああいうとこ伝って、はい、ピョンピョンって行くわけじゃん、はい、だけど僕らは人間だから、はい、人間だからね、人間だからそういうわけにいかないから、はい、程よい高さがあったら、はい、懸垂すればいいと思う。なるほど、うん、彼は、ね、夢の中にここちょっと撮っていただきたいんだけど、濡れてます。あ、濡れてます。こんな天気がいいのに濡れているということは、これ大蛇が張った。大蛇が張った。そう、大蛇が張った。これはね、うねってるでしょ、道が。はい、まんま大蛇が張った。だから濡れてるんですね。これ山知り尽くすとどういうことなんですか。若島津健がここで生きてくるわけです。流星君のお手本ということで、右に左にぴょんぴょん行けば濡れたポイントを滑らずに行けるんじゃないか。そうそうそう、これが正しい濡れたぬかるんだ道を下る方法です。さあ、無事にたどり着きましたね。じゃあ戸田選手、戸田プロも、はい、ここぴょんぴょん行きましょうか。サイドサイドサイド、さあ、それも正しいです。あ、しかしほら、やっぱり大蛇のね、通った後ですよ。30m もちょっと隠れられるからね。また保護色になるからね。そのうち一人ずつ消えていってる。うわ、怖いな。あ、何か戸田プロが発見しましたよ。川が流れてる。川がとうとうこの山の中に水場があるということで。あ、本当だ、山水があちらから流れ落ちてきています。あー、これはすごい。なぜなら落ちたらびしょ濡れになっちゃうから。あー、なんだこれ。ほら、戸田プロ、ここ伝説の50ポイント。ここ渡ってみたい。渡りたい。どうしても渡りたい。どうしても渡りたい。やっぱりね、僕あんまり無理は言えないんだよ、こういうね、企画とはいえ、はい、ここで落ちてびしょびしょになっちゃったらさ、その後も一言も口聞いてくんないじゃん。大変だから。でも渡りたいの。渡りたいじゃあ気をつけてここ渡ってみようか、ね、そう、じゃあ行ってみよう。ね、戸田プロがこちらも。あっ、こっち側に、こっち側。あおお、あら、じゃあ2人ともこっち。ちょっと待ってよ、それギターケースを背負ってるかな。ギターケースもらおうか。おお、さすが、来た来た来たね、サルトビサスケ。別行動になりますけど。あ、別行動になっちゃうの。そうだね、あれ、そうだね。あ、うん、そこで合流できるから。うん、ちょっとそこまで行こう。今ピキって言ったね。これはね、折れます。折れるね、はい、ちょっとじゃあ違う橋を。あれ、え、そういう競技ですか。嘘、すごいすごい、おーすごいな。
ここバイク走るんだ。ということは街は近いぞ。そういう専用のバイクですか。やはりここ、青梅の山の中なんですが、たくさんこういう風にね、丸太がかかってるんですよ、川に。この細い丸太を攻略できるのか。今日は鼻血を出しながらも頑張っている流星プロが見守ります。どこまで行けるのか、この細さを。下は水、落ちればそれまでよ。ここを渡って来れるのか。すごい揺れている、揺れているぞ。おお、見事石の上に着地しました。イージーだったね。ただ一言イージー、一言イージー、イージーマイナス15点になっちゃったね今。イージーすぎて。よし、まあ、このね、ここの辺まで来るとここイージーはマイナスになっちまいます。これね、上の方に向かって丸太があるんですが、小田プロならこれもうね、太いねこの丸太。イージー、うわ、走った。コケ危ないね。この高さ、しかも高いです。ゴールないし、転がり落ちないように。 OK、 いいですね、上手。うん、でそっちから降りてこれるから、僕ら向こうで、向こうの丸太ポイント行きます。そこからグイーンと横へ横へ逸れていきます。上へ行きましたよ、戸田プロ。お、危ない危ない、掴んだ。おお、すごい落石、危険を物語っています。助けて、そういえば、そういえばそれ。戸田くん22歳、流星くん20歳、この2人は無限の体力があるということをやはり僕らは知っておかなければいけません。なのでここからゴールまで駆け足で行きましょう。はい、ついてきます。さあ、おそらくこのまま行ってもまだまだ先はあると思うんですが、誰がへばるか。おそらく5分以上は、下手をすると早送りでも10分以上の距離があるかもしれません。ですがこの後流星プロがバイトがあるということで、できるだけ早くゴールに向かいたいと思います。トラップを短縮しましたね。足元が、根っこがすごいことになってますが、この辺は若島津健でクリア。そして飛ぶ、わっ、はまった。流星プロはまった、大丈夫。コース出た。あと九流四国コース700四国。あら、ここに来てようやく現在地町へ出よう。
町へ出よう。今現在地でスタート。めっちゃ遠いじゃん。町がないんじゃないですか。これはね、今ここでしょみんな、ここまでこの距離ってことは行けなくもない。これは本格的に道が分からなくなってきましたね。とかれこれ1時間遭難しておりました。山の中で道なき道を行き、ようやく生還することができました。トダプロ、流星プロ、はい、大丈夫ですか。命の危機は、まあ、あと半日は行けたから。うお、さすが。これはこれも今の言葉がですね、25点ありましたので、これでね、かなり大差をつけたんじゃないでしょうか。いいですね。うん、ルセ君も花火、話大丈夫ですか。とりあえず止まりました。ああ、よかった。こんなにも広い道が安心するだなんて。さあ、本日のハミングタイム、まさにですね、この山の中、巨大なアナコンダを求めて旅をしたわけなんですが、無事になんとか戸田プロ生還いたしました。ありがとうございます。ああ、よかったですね。やっぱりプロがいるとやっぱりね、安心するってところがありますけど、はい、そうですね。やっぱりこのおやつタイムは、もぐもぐタイムは、格別なものがありますか。やっぱ最高です。ですね。やっぱり流星君も、流星プロも地元ですけれども、はい、このような過酷なハイキングをしたのは初めてですね。無事になんとか地元へ帰ってこれてよかったですね。多分ずっと地元にいたんですね。ずっと地元にいたんですね。きっと地元にいたんですが。さあ、一期一会の二人が見事に山を制覇したということで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。はい、今週のハミングタイム、お相手は戸田雄大と伊藤隆生です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。無事に帰ってこれてよかったね。またねー。ついに出口。ついに出口。無事に生還おめでとうございます。ありがとうございます。アナコンダ探すためアナコンゼプロきつそうですね。ね、アナコンダのたたり、アナコンダのたたり。結局アナコンダは見つかりましたか、トダプロ。アナコンダは、はい、あなたの心の中にいます。